現在、日本ではダニが大流行しております。今回のビデオではダニの退治の仕方をお送りします。参考にしていただければ幸いです。今日は2018年6月10日となってますが、今から5年ほど前ですね。僕が44歳の時だったんですが、僕の住んでるアパートの僕の部屋ですね、ダニが出てしまったんです。僕の住んでいるのは東京都三鷹市でしたが、東京都で、ダニが大流行した年で、ちょうどダニが出たのも4月5月、そして退治しきったのは6月号ですか、という経験がございまして、それを踏まえまして、ダニの退治の仕方をお送りしたいと思います。昨今、テレビでも、ダニが大流行しているんだと、今年もダニが大流行してしまったという番組ございましたが、この6月ですね、雨が降り始めている6月、これもダニが実は一番大量に出没しやすい季節なんです。ということで今回はダニの退治の仕方の動画をお送りします。まずダニですね、2つに分けられるかと思います。見えない大きさのダニ、そして見える大きさのダニ。見える大きさのダニといたしましては、マダニ、イエダニ、ツツガムシ、南京虫などがあるかと思います。でダニの習性ですね、アレルギーを起こすダニもいますが、大体がですね、血を吸ってその後毒を注入するんだという厄介な生き物です。どうやって血を吸うかといいますと、歯が2本あるんですね。その歯を使って皮膚を削ります。そして血管まで到達したところで血を吸って毒を注入するんだと、そのような習性がございます。ですからダニは牙が2本ありますから、噛まれますと、噛まれた後に皮膚に2つの傷跡が残ってるんです。もし2つ傷跡があれば、それはダニなんだと確信してください。ダニはですね、どうして危険かと言いますと、自分より小さなダニを普段食べて暮らしているんです。で、その自分より小さなダニですね、食べた時に小さなダニが人間にとって致命的な有毒の菌を持っていますと、食べたダニはそれから人間の血を吸うわけですから、そして毒を注入します。その菌も一緒に人間に入ってしまうんですね。下手をすれば人間が死亡するというケースもございます。またツツガムシというダニの一種なんですが、虫もいまして、それに噛まれると7日以内に死亡するということが分かっています。ダニがですね、大量発生してしまいますと、ダニのコロニーのようなものができてしまいまして、もうそこまでできてしまいますと退治のしようはないと、そして駆除のしようもない。ですが布団の中ですとかベッドの裏ですとか、ダニのコロニーができるんですね。そうなってしまってはもうはっきりと終わりなんですね。ダニ出てしまったんで、これは戦いなんだと、ということで覚悟を決めて戦うしかありません。ですが相手は目に見えるか目見えないかのミクロの世界の敵なんです。これが人間と戦うということは非常に勇気がいることなんですね。これからお話しすることは、もしダニが出て困ってらっしゃる方、この動画見ていらっしゃいましたら、ちょっと冷静に聞いていただきたいんです。それだけ危険なダニで戦いになるということでしたら、まあ、家族を持たれていたり、お子さんがいたり、赤ちゃんがいたりしますと最悪ですね。そうしたらもう引っ越すしかないんじゃないかと思われますが、引っ越すという選択肢はないんです。なぜなら引っ越しても荷物にダニがくっついていて、新たな新居でダニが大量発生するんです。ですからダニが出た場合は、ダニの出た家、部屋で戦うしかないんです。でちなみに僕の家で出たダニはイエダニでした。これも非常に危険なダニだったんですが、病院にある日行ってダニの噛み傷を見せて、どうしたらいいか先生にご相談したところ、そのダニを捕獲して近くの大きな病院のところで見てもらって、解析してもらって、ダニの種類を特定してもらいなさいと言われました。ダニを捕獲するなんて可能なんだろうかと、無理を言うお医者さんだなと思ったんですが、その通り、
ダニに噛まれて、その後ダニを血を吸って大きくなりますので、その状態で捕獲しました。そして大きな病院に持ってったところ、それは家ダニだと言われました。で、先生のアドバイスは、一旦あなたの住んでる部屋を捨ててくださいと、どこかに逃げてくださいと言われました。捨てるという意味は、すなわち避難しろということでして、僕の場合は独り身でしたので、インターネット喫茶、こちらに、1ヶ月間泊まりました。もし家族でいらっしゃる方がいれば、例えば、簡易ホテルですとか、他の親戚の家の方のところに避難させていただくとか、スーパー銭湯とかいろいろあるかと思うんですが、ダニが出てしまったら、これはもう自分の生活を諦めるしかないんだなと考えてください。そして、先ほどもお話した通り、ダニも命取りになる。そして覚悟を決めてください。これは戦いなんだなと覚悟を決めてください。まずやることですね。ダニが出た場合、絨毯、布団、座布団、ベッド、これは全て捨ててください。なぜなら、テレビとかインターネットでダニがついてしまった布団を、ダニを除去するだとか、そういう業者さんがあるとか言われてますが、それで完全に取り去ることは不可能なんですね。ベッドにもくっついてますし、どこにでも布製品にくっついてますんで、これはもうダニが出てしまった以上使うことはできないんです。諦めて全部捨ててください。なぜそのような大げさな話になってしまうかと言いますと、これ見てください。ダニの種類と被害、そして症状についてというサイトがあるんですが、種類ですね。チリダニ、爪ダニ、粉ダニ、家ダニ、顔ダニ、肥前ダニ、ツツガムシ、あるかと思うんですが、他にもダニではないんですが、南京虫という同じような性質の虫もいます。見てください。まずチリダニ、ハウスダスト、これらに含まれ、いろいろ書いてますが、最後の方にアレルギー性鼻炎を起こしてしまうんだと書いてます。で、チリダニの被害も載ってますが、次行きましょう。爪ダニですね。チリダニや粉ダニなどの他のダニの体液を吸って生きているダニです。これですね、他のダニを食べるという習性があるんです。で、いろいろ書いてますが、その被害は膝、また腕の柔らかい部分、脇の下、首から胸、ここらを噛みまして、噛まれると痒みは1週間ほど続くんだと書いてます。そして粉ダニ、新しくできた団地や秋の初冬ですね、の頃に動く白い粉が部屋中に広がるというダニ騒動が起こることがあります。これですね、これが粉ダニなんです。で、その被害ですね、人を刺すことはないんですが、食品と一緒に食べてしまう害は、これもないですね。ただ粉ダニが大量発生した後に、粉ダニを餌としている爪ダニが増えて、爪ダニに刺される被害があるんだと書いてます。食品と一緒に含まれる、例えば小麦粉ですとか、そういうものは虫が入りやすいところに置かないでください。小麦粉は冷蔵庫の中にしまってください。で、次ですね、家ダニです。これはネズミに寄生する吸血性のダニなんです。これがうちに出てしまったんですが、もしアパートとか家にネズミが出てしまいますと、当然退治しますよね、人間が。でもそれ危険なんですね。ネズミがいなくなると、ネズミに寄生したダニが吸うところがありませんから、人間に噛みついてくるんです。これが一番怖いところですね。で、書いてますが、家ダニは血を吸っていないときは灰白色をしていますが、血を吸うと丸く膨らみ赤黒くなるんだと書いてます。で、僕が家ダニに噛まれたときですね、非常に恐怖を感じたんですが、普通ダニが噛むのは人間が寝た瞬間なんですね。寝た瞬間というのは、人間はノンレム睡眠に入ってますんで、大脳が休んでると。すなわち、何かを感知することもできなければ、噛まれたことに気づかないでそのまま寝てしまうんですね。で、そうしますと、噛んだ後痛いんですけど、痛みで起きることもあります。で、慣れてくると、噛みに来る瞬間とか、噛んだ後とか、人間も気づいて起きるんですね。
で、それに気づいて起きた時に何か赤い膨らんだ虫がいたんです。で、手で潰しますと血がぽちゃっと出てくるんですが、普段は1ミリから2ミリぐらいしかありません。一応目で判断できる大きさなんですが、これが血を吸いますと3、4ミリになります。下手すると5ミリぐらいになって、もう完全に姿形が分かるんですね。これがイエダニの怖いところです。イエダニに刺されますとすぐに痒くなり、イエダニに刺された箇所は赤くただれて痒みが続くんだと、跡も残るんだと書いてます。これ刺され続けるとどうなるかっていうと、先ほども言いました通り、菌を持ってるダニを食べてますから、変な菌を注入されると人間も命取りになると。そして、ダニの種類で顔ダニというのもありますね。これは顔に寄生してるダニです。普段は人間に、普通にいるそうです。そして、ヒゼンダニ、体長0.4ミリ程度と書かれてます。で、老人介護施設などで発生することがあるダニでして、回線の原因となっているダニだと書いてます。そして最後にご紹介するのがツツカムシですね。野山や河川敷などの屋外に生息しているダニでして、これ噛まれると非常に死ぬ可能性が高いと。7日以内にだいたい死んでしまうんだと。人間も死んでしまうんじゃないかと言われてます。これ書いてますね。で、これワクチンがあるのかどうか僕もちょっとわからないんですが、早く対処しないと人間が死んでしまいますから、ツツガムシには刺されないように、あまり野山とかで寝っ転がらない方がいいんじゃないかと言われてます。そしてですね、ここで重要なことをお伝えしたいんですが、さっきからダニとかツツガムシと言ってますが、例えばこのツツガムシって虫なんです。でもダニは虫じゃないんですね。何かと言いますと、虫というのは足が6本なんです。ツツガムシというぐらいですか。そして頭と胸と腹があるんです。ところがダニはどうでしょう。頭と腹しかないんです。そして足が8本あるんです。これがダニと虫を見分ける方法なんですね。じゃあ足が8本あるの、これは何なんだろうと言いますと、実はですね、ダニはサソリ科の生き物なんです。そして属としてはクモ属に含まれます。ということは、ダニのいる部屋に人間が住むということは、クモの巣の中にいるのと一緒なんです。そして人間に隙があればサソリのように刺してくると。クモは足が8本で頭と腹しかございませんが、昆虫は足が6本で頭と胸と腹。そして、チリダニ、爪ダニ、コナダニ、イエダニ、カオダニ、ヒゼンダニというのがいまして、虫としては危険なのはツツガムシ。他にも南京虫というのもいるんです。で、先ほどお話ししましたダニに噛まれるということなんですが、ダニは人間の鼓動と体温を感知しています。どうやってそんなことができるのか。それは人間があまりにも大きすぎるからです。ダニ1ミリから2ミリしかありませんね。人間から見たダニは小さな、ちんけなものにしか見えないかもしれませんが、ダニから見た人間はどうでしょう。大きな餌にしか見えないんです。そして体温と鼓動、ちっちゃいものからすれば聞こえますよね。そして、体温も感知できるんです。人間が寝た瞬間に噛みに来る。それは人間の寝た瞬間、ノンレム睡眠していますので大脳が休み始めます。すると噛まれたことに気づかないんですね。防ぐことができないということです。そしてダニが出た家ですね、これはもう住むことは不可能なんです。どうすればいいか。戦うしかないんですけど、一旦逃げてください。どこに逃げるかと言いますと、インターネット喫茶、会員ホテル、スーパー銭湯、泊まれるところになるだけ、物を持ち込まない、ダニがついてない可能性のものを着て、速やかに逃げてください。そして1ヶ月は避難しましょう。ダニは自分の蜘蛛の巣の中に人間がいないと諦めて出ていくんです。ですから人間の気配がなければその部屋からダニは引っ越してしまうんです。
ちなみに僕の場合なんですが、その5年前ダニが出た時にインターネット喫茶に毎晩避難しました。最悪だったのがインターネット喫茶で寝た瞬間にダニに噛まれました。まあ多分服にダニがついていてインターネット喫茶に持って行ってしまったようなんですが、まあ、ショックは2倍ですね。せっかく避難したのにそこでも噛まれた。もう行くとこはないぞと。絶望しましたね。そして、このインターネット喫茶にも持ち込んでしまったと。周りの人に悪いなっていう、まあ、後悔の念ですね。すごく悲惨な、まあ、悲しいというか、悲劇のような事態に陥りました。ではその後どうすればいいのか。1ヶ月間避難するんだけど、それは夜です。昼、朝になったら家に戻ってきてください。することがあるんです。2日に1回ダニ用のバルサン炊いてください。ずっと炊くんではなくて5回ぐらい炊けば大丈夫です。ダニはバルサンを炊いても絨毯や畳、そしてござまた布製品の中に隠れていきますので、実はダニ炊いても効かないんですね。効く場合もあるんですが、どうしてまだ生きてるかと言いますと、ダニの生きてる周期はおよそ4日なんです。まず幼虫になり、成虫になり、そして卵を産み、卵が帰ってくると。卵の状態で畳とか絨毯の中にありますと、バルサンを炊いても効かないわけですよ。ですから2日に1回5回ぐらいバルサンを炊くんですね。で、とりあえず炊くしかありません。他の手段がないんです。そしてダニアスパウダー、これを絨毯や畳、ござの製品にかけて、ダニを一生懸命こう退治するようにまき続けるしかないんですね。で、1ヶ月の避難生活終了しますよね。その間に、まあ絨毯とか、布団、座布団、ベッド、捨てる手配をして捨てると。残ったものにはダニアースパウダーをかけたり、まあ必要であれば5回以上バルサンを炊いていただくんですが、バルサンですね、ただ炊けばいいというものではないんです。炊く時間を誤らないようにしてください。バルサンを炊くということは、炊いてしばらくして部屋を開放するわけですよ。そして汚い煙を全部外に出さなければなりませんね。ところがそれがご近所の方に非常に迷惑なんです。ですから例えば自分の住んでるアパートとか家が、子供さんの通学路に面していたとします。そして子供たちが帰ってきたところにバルサンをこう排出しますと、子供たちに、昆虫の駆除スプレーをかけてるのと一緒ですね。虫に効くものは子供にも有害なんです。ですから、お子さんが帰ってくる時間帯に換気しないように、それも注意してください。まあ、メインで寝てる部屋とか、メインの部屋にはダニがいますんで入りませんね。玄関か台所、ここで、まあ、朝昼は生活するしかないんですが、間違ってももういいだろうと思って、例えばダニが寄りつかないござとか買ってきて、台所で寝てしまいますと、どこからかダニがやってきて噛まれるというまた悲劇のようなことになりますんで、1ヶ月は避難してください。そして避難生活が終了してやることですね。家で寝なければならないんです。寝ればダニに噛まれて最悪人間も死んでしまうということになりますので、怖くて寝れないということになりますので、まず買っていただきたいものがあるんです。何を買うかと言いますと、防ダニ布団ですね。この布団があればダニが寄ってこないで、まあ布団の空間だけは人間が安心して寝れるというものなんですが、アマゾンさんで見ますと今は7976円ですか、売ってますね。他にもいろんな商品がありますので参考にしていただきまして、防ダニ布団を購入してそこで寝てください。ところがですね、防ダニ布団というのはダニが寄りつかない成分が織り込んであるもので作られているんですね。で、その成分が効力を発揮するのは大体半年ぐらいなんです。ということは半年経てばまたダニに噛まれるわけです。それでは困りますので、半年過ぎた場合はそのダニの布団は普通の布団だと考えて、
ダニのいなくなるスプレーというのを布団にかけて、それで寝てください。これですね、ダニがいなくなるスプレー、マダニにも効くと書いてますが、これは非常に重宝するものですね。ですからこれを買いまして、もし家に帰ってきた場合は、家中にこのダニのいなくなるスプレーをまく、夜は布団にこのスプレーをまくということで、このスプレーがあればまずダニを防ぐことはできますね。ところが問題があるんです。このダニがいなくなるスプレー、効力を発揮するにも期間がありまして、それがおよそ1週間なんですね。ということは、1週間経ったらまたダニがいなくなるスプレーを部屋中にまいてください。それをずっと1週間に1回やり続けるしかないんですね。1ヶ月間の避難生活が終了して、部屋で寝ようと思っても怖くて、実は寝れないんですね。で、掛け布団をかぶせることすら怖くてできないと。寝る前に、寝巻きとか着ますよね。でも手と足が出てるんです。そうするともう怖くて寝れないんですね。1週間に1回ダニのいなくなるスプレーを、巻き続けるしかないんです。そして、どうしてもそれでも噛まれたくなかったら、虫除けスプレーって売ってますよね。どんな商品でもいいんです。それを寝巻きから出てる部分に、体中かけてください。あまりかけすぎますと有毒ですから、量はバランスをとって、体にかけて、軍手とか靴下を履いたまま寝るのが有効だと思います。先ほども言いました通り、ダニは4日周期で卵から成虫を繰り返します。ということは、殺したつもりが卵で生きてますんで、どっかにいるんです。今僕の部屋はダニはもう出ませんが、でもいるんです、どっかに。なぜなら蜘蛛のように見てるんですね、この僕たち人間を。そしてそれは、人間を吸血しなかったとしても、最高で1年と8ヶ月間部屋に生き続けたと、子孫を繁栄して部屋に生き続けたという例もあるそうです。で、ダニが一度でも大量発生してしまった部屋ですね、噛まれて人間が避難しなきゃいけないようになってしまった部屋は、実は全滅させることは不可能なんですね。じゃあどうするか。そこに住んでる人、例えば僕が一人で住んでいるんであれば、僕が死ぬまで、1週間に1回、ダニのいなくなるスプレーを撒き続けるしかないんですね。ダニが一度でも出てしまったら、もう暖かい布団で枕を高くして眠るのは不可能です。一生死ぬまでダニのいなくなるスプレーを撒き続けるしかありません。これが答えですね。そして最後にお話ししておきたかったんですけど、ドラッグストアとかホームセンターありますね。そこでダニが大量発生する季節になりますと、ダニ退治のコーナーというのができるんです。そこで売られている製品ですね。それは実は一番ダニ退治に有効なんです。売られてますね。ハーブでダニ除けスプレーとか、このダニのいなくなるスプレー、売ってますよね。そして今、一番ダニに対して有効だと言われている製品ができたんです。ダニ取りロボという製品ができてます。これはですね、畳とか絨毯の下に、このダニ取りロボのシートとカバーなんですが、これの製品を入れてください。すると、これはダニが寄りつきやすい匂いのものが入ってますんで、ダニがここに集まってゴキブリホイホイみたいに、ここでダニが引っかかると、これさえあればまず OK と言われている製品ができました。ですから、ダニ取りロボですとか仕掛けてください。僕も5年経ってますが、まだダニ取りロボは仕掛けてます。そして1週間に1回、ダニのいなくなるスプレーを部屋中に撒いてます。以上が簡単にはなるんですが、ダニが出た場合の退治の仕方、動画でした。ご視聴ありがとうございました。